国民を無視した単なる物価 2% に固執しているだけです。そういうふうに申し上げたわけではなくて、43兆円という数字でございます。次に米山隆一君。まずは防衛費の増額についてお尋ねさせていただきます。総理が2023年から5年間の防衛費を43兆円とするように指示し、2027年度に現在の水準の GDP 比約 2% の、約11兆を目指すとされたというふうに報道されております。また一方同時にということですけれども、財源確保については木原誠二官房副長官が2027年以降安定財源を確保すると、言ったと、これは報道というか言っております。でそうしまして さらにですね、鈴木大臣も先ほど言いましたけれども、年末に向けて、いろいろなんとかどうするのか決めるんですっておっしゃられたんですけれども、もう12月1週間経ってますんで、年末までであと3週間しかないわけです。でしかも木原大臣は、2027年以降安定財源を確保するって言ってますけど、それまでは何も言ってないわけです。でそうしますとね、普通に考えてたった3週間でなんか決まるわけないので、要は2027年までは国債で発行して賄うと、そう思ってらっしゃるのかなと考えるのが普通だと思うんですけれども、いろいろ報道ベースで話が出ているわけでありますが、昨日防衛大臣と私に対しまして総理から、指示があったわけであります。財源の確保につきましては、歳出歳入、歳出改革、それから剰余金や税外収入の活用、税制措置など歳出歳入両面の具体的な措置について年末に一体的に決定すべく調整を進めるという指示でございました。現時点では具体的な方向性が決まっているというわけではございません。具体的に決まってない、具体的に決まってないって言うんですけれども、確かに補正予算とかで29兆とか積んじゃうから 5.5兆円、5兆5000億円っていうのが非常に小さく見えるのかもしれないんですけれども、 5.5 兆円って言いますとね、消費税ならだいたい 2.5% 程度ですから、今の 10% から比べれば 25% の増税になります。はい、で所得税、これ現在20兆円しかありませんので、所得税で賄うんでしたら 28% 増税しなきゃいけません。で 法人税、これ現在 13.3 兆円の税収ですので、交換に言われている法人税で賄うということですね。 41% 増税しなきゃいけないんです。でそれをあと3週間で決めるんです。で1人当たりにしますと4万円、4人家族で16万円になるわけです。でまたね、歳出削減で簡単に言いますけれども、これも社会保障費って今 36.2 兆円ですから、社会保障費で削減するのは 15% 削減です。公共事業費、これ6兆円ですから、公共事業費で削減するなら公共事業費 92% 削減です。文教予算なら 5.4 兆円、4兆円ですから、なんと文教予算 100% 削減です。地方交付税なら 15.8% ですから、 15.8 兆円ですから 35% 削減。 5.5 兆円ってそれだけの金額なんですよね。で逆に言うなら、もし何かの財源を見つけてこの 5.5 兆円あるんでしたら、たった今言ったことをそのまま増やせるんですよ。社会保障費だったら 15% 増やせますし、文教予算なら倍増できます。子ども予算倍増っておっしゃられてるんですけどね、できるんです。でこういった増税であり、歳出削減であり、例えば消費税でございますけれども、 3% から 5%、 5% から 8%、 8% から 10% 順次上げまして、その度に非常に大きな政治問題になってきました。2012年の3党合意から2019年の安倍内閣による消費税 10% まで7年間を要しております。増税はものすごく大変なんです。社会保障の削減だってものすごく大変なんです。それをあと3週間でできますっていうのはちょっとありえないと思うんですよ。さすがにね、こんだけの予算をどうにかするんですから、目算があるなら目算をちゃんと示してください。概算でいいですから。少なくともじゃあ消費税を何パーセント上げて、法人税を何パーセント上げてね、それは確定値じゃなくていいですよ。でもしくは文教予算を何パーセント削るんですと、それで 5.5 兆円やるんですと、概算でいいので示してください。で示せないなら全く示せませんと、我々は何にも具体的な案はありませんと、はっきり言ってください。どちらですか。もちろんですね、全く何も検討していないということではなくて、さまざまなシミュレーションをそれぞれの立場でしているということは事実であります。相当一生懸命やっております。そうしますとね、いやそれは決まってないから言えません。しっかり検討してるんで、それはいいのかもしれないんですけど、財政の言葉でいるを図りて出ずるを図るでよかったと思うんですけど、ありますよね。そしたら財源が全く決まってない。そうなんですよね。増税にするのか、歳出削減にするのか、それとも国債で発行するのか、まるで決まってない。だったら、財務大臣、歳出も責任者なんですから、防衛費の増も決まってないってことでいいんですね。どちらなんですか。防衛費増は決まってるんですか。防衛費増だけは決まっていて、歳出は全く決まってない。それが自民党のあり方ですか。鈴木財務大臣。防衛費の総額についてはですね、これは実効性、実現性等を踏まえまして、
必要なものを積み上げていくという作業をいたしまして、それによって日本の国の独立と主権を守る、国民の生命を守るということで積み上げていった数字の中で、昨日総理からご指示をいただいたのが43兆円という数字でございます。でそこはさまざまな積み上げの中で決まってまいりました。はい、まあ、そうしましたら、まあ、じゃあその大臣のご発言を信じまして、そうしますとね、年末までに一体どの程度増税するのか、一体どの程度どの項目を削減するのか、一体どの程度国債として後世に次世代の負担にするのか、それを示してくださるということでいいんですね。この場でお約束いただけますね。年末に向けては一つの結論が出ますので、それをもってお示しするということになるんだと思います。はい、そうしますと、まあ、じゃあそれをお待ちしてということでございますけれども、まあ、それをお待ちさせていただきたいと思います。そうしましたら次、黒田総裁に先ほど来ね、ずっと質問になっている、やっぱり 2% の安定的物価目標ということについてお伺いしたいと思います。でこれ聞くたびに黒田総裁、まあ、効果があった効果があったみたいな話をされるんですけれども、ちょっとそこは最初に言っておきたいんですが、別に全体として少し効果があったとかデフレマインドが払拭されたとかそういうことを聞きたいわけではありません。 2% という具体的な数字を、しかも当初2年という年限を切って設定していた、その是非について問わせていただきたいと思いますので、その是非についてご回答をいただければと思います。他のちょっと効果ありましたみたいな話は特にご返答いただく必要はありません。で次、まず最初になんですけれども、まあ、総裁、2013年1月22日政府とデフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府に日本銀行の政策連携についてとする共同声明、いわゆるアコードを結び、この中で日本銀行は今後日本経済の競争力と成長力の強化に向けて幅広い次第の取り組みの進展に伴い、持続可能な物価の安定と整合的な物価上昇率が高まっていくと認識していると。この認識に立って日本銀行は物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で 2% とする。日本銀行は上記の物価安定の目標のため金融緩和を推進し、これをできるだけ早期に実現することを目指す。そのようにおっしゃられているんですが、このアコードはそのまま維持されているということでよろしいですか。この共同声明につきましては現時点においても有効であるというふうに認識しております。記者会見におきましてこのようにおっしゃられています。日本銀行は消費者物価の前年比上昇率 2% の物価安定の目標を2年程度の期間を念頭においてできるだけ早期に実現する。このためマネタリーベース及び長期国債 ETF の保有額を2年間で2倍に拡大し、長期国債買い入れの平均残存期間を2倍以上に延長するなど、質量量質ともに次元の違う金融緩和を行うと打ち出される。まあ、これが異次元の金融緩和と呼ばれるものなんですけれども、まあ、この時ね、2年という年限を区切ってこれをすればできると思われたわけですよね。でその根拠を教えていただきたいんです。その時の根拠というのは、私、まあ、ちょっとだけですけど、まあ、経済学勉強したんですが、期間を区切って物価上昇率を実現できるっていう理論を聞いたことないんですよ。なぜこの時に2年間で実現できると思われたのか、その根拠を教えてください。2年程度を目途にできるだけ早期に実現するということを申し上げたのは2つ意味がありまして、1つはこれは欧米を含めて金融政策の効果には一定のタイムラグがあるということで、まあ、2年程度はその効果が発現するためには時間がかかるというふうに言われておりますので、まあ、それを踏まえて申し上げたということと、もう一つはこの政府との共同声明でできるだけ早期に実現するというふうにコミットしたわけですが、それを踏まえて具体的にですね、 2% をできるだけ早期に実現するためにどの程度のことをやる必要があるかということを部内で議論した上でですね、政策委員会で 2% をできるだけ早期に実現するという際に、まあ、2年程度の期間を前頭において実現するような大規模な金融緩和政策を取り行うということを決めたわけであります。で、そうしたことを踏まえて、まあ、一種のコミットメントとして申し上げたということでございます。今黒田総裁がおっしゃられたことは、効果が上がるのには2年かかるかもしれない、2年かかるだろう、つまり2年かかったら効果上がるかもしれない、でも2年で効果が上がる確証はどこにもなかった、早期にしろって言われて、まあ、2年経ったら効果が出るかもしれないから2年と言った、
だけであって2年で効果が出るそんな理論的なバックボーンもなければ確証もなかったとお答えしたんですけど、それでよろしいですね。そういうふうに申し上げたわけではなくてですね、2年程度タイムラグがあるので、2年程度は必要になるということと、それから2年程度を目途にですね、2% の物価安定目標を実現するためにどの程度の金融緩和をする必要があるかということを議論いたしまして、先ほど委員も指摘されたような量的質的金融緩和というものを決定しですね、 2% の物価安定目標の実現にコミットしたということでございます。答弁変わったんですけれども、じゃあ日銀のモデルでこんだけの緩和をすれば2年程度で実現できるっていう賞賛があった、確信があったということですね。それをちょっとかいつまんで結構ですので教えていただけますか。どんな賞賛があったのか。これはさまざまな議論をですね行いまして、議論された内容については政策金融政策決定会合の議事要旨等で明らかにされておりますけれども、もちろん諸外国の例とか我が国の過去の金融政策の例とかそういうものも参考にしましたし、さまざまなシミュレーションを行ってこの程度の金融緩和の規模というのが必要であるということで量的質的金融緩和の内容を決定しお示ししたわけでございます。さらに先ほど申し上げたようにそういうことで実現可能であるということを考えて 2% の物価安定目標をできるだけ早期に実現するということについてコミットメントをしたということで、先ほど実はね櫻井衆委員からもご指摘があったんですけれども、私も都合しているところなんですけれども、黒田総裁2022年の10月28日の記者会見で来年度の物価見通しは 1.6% だっておっしゃってるんです。で、10月31日に公表された日本銀行の経済物価情勢の展望において2023年の政策金の消費者物価指数の予想中央値は 1.6%、 2年経った2024年でも 1.6% なんです。2013年の時にきちんとした理論や議論のもとに2年で実現できる方法があったんですよね。なんで今2022年にはその方法ないんですか。なんで2022年で 2年後にちゃんと 2% にできますって言えないんですか。おかしくないですか。そこの説明していただけます。足元で物価上昇率は 3.6% になっているわけですが、これはほとんど全て輸入物価の上昇が消費者物価に転嫁されているわけでございまして、その物価押し上げ効果というものは来年度から低下していく、来年から来年度の半ばにかけて物価上昇率がずっと低下していって2023年度全体としては 1.6% 程度になる。ただその元でもですね、労働需給が引き締まって賃金が上昇する、あるいは GDP のデフレギャップがマイナスからプラスになっていくという形で賃金物価は少しずつ上昇していくという形になっているわけですけれども、 3.6% がほとんど輸入物価の上昇によって起こってますので、その部分が落ちていく、他方で賃金物価が緩やかに上昇していくという両者の影響によってですね、2023年度が 1.6%、 2024年度が 1.6% という見通しになっています。ただ賃金についてはですね、現在見ている以上に上昇する可能性、つまり物価については情報のリスク、情報バイアスがあるということは認めております。他方で成長率についてはですね、世界経済特に先進国を中心とした成長率の低下とか何かによってマイナスの下方のリスクがあるということも認めております。はい、ちょっと話が矛盾しているといいますか、論理的でないんですよ。総裁記者会見におきまして、9月22日の日銀政策決定会合の記者会見におきまして、金融政策の先行指針フォワードガイダンスを変更することも必要ないと強調されて、フォワードガイダンスの変更は 2,3 年はないと踏み込まれましたよね。つまり長短金利操作付きの量的質的緩和は 2,3 年継続するっていうことを織り込んで物価上昇の推定をしなきゃいけないんですよ。そうでしょ。いや、もしかしてじゃああれなんですか、総裁の下で皆さんいらっしゃるけど政策委員の方は、総裁終わったら長短金利付き量的質的緩和終わるから 2% 物価上昇はしないんだなと思って 1.6% ってつけたんですか。だって総裁ね、先ほどちゃんと論理的に理論的に経済学的に2年間で 2% 実現できるって思われて、それは根拠があったって言ったわけです。で、それを続いてんだったら
ちゃんと2年後に 2% 上がるはずじゃない。で、それを皆さん織り込んで、そういうわけでしょ。で、まあ、100歩譲って、それは政策委員が言ってるだけだと。俺はそう思わんと。俺は絶対に 2% 上がるって思うんだったら、せめて総裁はそう言わなきゃいけない。私は 2% って、じゃあ思われてるんですか。総裁は、一体2年後に、この長短金利操作付き、量的質的緩和を連れていたら、2年後 2% 上がると思われてるんですか。それとも展望に書いてあるように、1.6% だと思ってるんですか。どっちかを言ってください。日銀黒田総裁。展望レポートにおける見通しは9人の総裁の政策委員、私も含めて9人の政策委員が出した見通しを集約したものとしてお示ししておりまして、それぞれの方がそれぞれの見通しをいわば一種の公式のものとして発表するということはしておりません。あくまでも政策委員会としてどういう見通しを、いわば中央値としてどういう見通しを取って、でそういうものも踏まえて金融政策を議論しているということであります。なお先ほど来申し上げております通り、現在の日本経済、世界経済をめぐる不確実性が高いということも同時に政策委員会の公表文でも申し上げておりまして、そういう意味では上下双方向のリスクというものも十分勘案して、毎回の金融政策決定会合において適切な金融政策を決めていくということでございます。質問に答えていただきたいんですけれども、黒田日銀総裁にお伺いいたします。他の方のご意見聞いておりません。展望も聞きません。黒田日銀総裁として2年後の物価上昇率は何パーセントだと予想されますか。実現しなくていいです。何パーセントと予想されますか。 1.6% か 2% かどちらなんですか。教えてください。日本銀行黒田総裁。何回も申し上げている通りですね。いや、申し上げてないです。申し上げている通り、私の物価見通しというものを申し上げるということは何回も申し上げますけれども、あくまでもですね、政策委員会としての物価見通しを四半期に1回提出しておりまして、私それ以外のものをですね、私が何か公式のものとして申し上げるのは適切ないと思います。したがって、ご要望ではありますけれども、具体的にですね申し上げるつもりはございません。まあ、つまり2年間で 2% なんていうことは誰も予想していない上に、たった今日銀の政策委員すら信じていない。それが現実だと思うんです。 2% を短期間、一定の期間を区切って物価目標を実現できるなんていうことはそもそも最初からなかったんですよ。だから10年間も失敗し続けたんです。10年間失敗し続けて、今ここに来てすでにもうね、あなたの部下である政策委員すらあなたの言ってることを信じてないから 1.6% 書いてるんでしょ。その状況にあってなお続けるということはね、本当に問題があります。ちょっとね、さらにお聞きしたいんですけれども、ちなみに2年後物価上昇率 1.6% 予想されてるんですが、これで春闘でね、先ほど総裁、賃金はまあ需給の引き締めや労働生産性や春闘で上がるっておっしゃられたわけなんですけど、いや、じゃあ物価上昇率が 1.6% のままで、春闘等々で賃金が 3% 上がったら、この量的質的金融緩和はどうされるんですか。物価上昇率 2% になってないから続けるんですか。それとも、賃金が上がったからやめるんですか。どちらですか。お答えください。もちろん、物価が 2% を達成すればですね、それも安定的、持続的に達成されれば、現在の金融緩和を、この出口を検討するということになります。ただそのためにですね、賃金が上がることは安定的な 2% の達成にプラスの効果があるということは事実であります。質問を聞いて質問に答えてください。物価が上昇しなくてね、物価上昇率が皆さんがご予想された通り、展望の通り 1.6% だけれども 2% 以下ですよ、にもかかわらず賃金が、だってね、春闘や労働生産性や労働需給の市場の引き締まりで賃金が 3% 上がりました。実質賃金 1.4% 上がりました。この時量的物的が量的質的緩和は続けるんですか、続けないんですかという質問です。この質問に答えてください。日銀総裁黒田総裁。先ほど申し上げた通り、物価の2% の達成されない場合にですね、賃金が 3% 上がってもですね、当然現在の金融緩和を続けるのは当然であります。労働需給が引き締まってね、で労働生産性が上がって、賃金が 3% 上がって、実質賃金が賃金が 3% 上がっても物価が上昇 1.6% 上がると、実質賃金 1.4% なんですよ、上昇率は。この時ほとんどの労働者もほとんどの国民も別に物価上昇してほしいって思わないと思いますよ。そうでしょ。だって物価が上昇率 0% になってくれれば、実質賃金 3% 上がるんですよ。日銀が
わざわざそうやって実質賃金、賃金がちゃんと上がってるのに、金融 2% の目標を続けるから、実質賃金の上昇率 1.4% 下がっちゃうんです。にもかかわらず黒田総裁は、2% の安定的物価目標という、達成できもしなかった目標に固執して、なお、それを量的質的緩和を続けると今おっしゃられたんですが、それでいいんですね。日本銀行は物価安定がその責務でありまして、その具体化として 2% の物価安定目標を掲げて金融政策を運営しております。したがいまして、それが 2% が達成されないときにですね、金融緩和をやめて 2% が達成されないようになってしまうということは適切でないと思いますので、当然 2% の物価安定目標に向けて緩和を続けていくということであります。それはですね、何回も申し上げますが、実質賃金の長期的な傾向についてはですね、労働生産性の動向によって決まる部分が大変多いわけでありますので、その点について実質賃金が上がっているからやめるとか、実質賃金が上がらないから金融緩和をするとか、そういうことではなくて、あくまでも物価安定ということを金融政策の目標として運営していく。これは日本銀行だけでなく、世界中の先進国の中央銀行がやっていることであります。まあ、今時間しますが、一言で終わりますけれども、もはや黒田総裁は国民を無視した単なる物価 2% に固執しているだけです。むしろ国民生活が物価上昇で苦しんでも構わない、そうおっしゃられています。ぜひ政策を改められないのであれば、即刻おやめになることを求めさせていただいて、私の質問とさせていただきます。大変ありがとうございました。